最近私の周りの人これを見てブレフル始めましたよっていう人とかいたり、イベントとかでブレフルやってますこれ見て来ましたみたいな方とかいたりして、そういう方と出会った時は大体お互いブレフルを開いて、このユニットいいなとか、こうユニット自慢試合大会みたいなじゃないけど、まあ、ユニットを見せ合ったりとかして楽しいんですよ。ということで今日の味噌汁日記はユニット一覧をみんなに紹介するに挑戦。まずよく使うパーティーから紹介していきます。クエストとか回すとき大体これです。その名も超火力パーティーです。まあリーダーエルザで BB 溜めやすくして星7のセレナ入れたり、まあ属性全部付与できる次第入れたり、マックス入れたりこう全体的に火力で固めてガツガツいくみたいな。次はじゃん、超安定パーティー。回復あり半減あり攻撃も完璧みたいなパーティーです。この子を育てたんですよ。3ターンクリティカル率アップ、言い訳させてくださいよ。マックス取る前にマリュー育て始めちゃって、こうマックスとかぶっちゃったんですよ。まあでも育てたから使いたいってことで使ってます。次がちょっと敵がレイドとか強いよっていう時の固めるパーティー。はい、リーダーがリリーマターで、まあ、安定して BB が回せて、まあエルザとこいつなんだっけ、あ、マクスウェル。あ、なんだっけじゃないよ。そう、エルザとマクスウェルで、まあ、光と闇稲は安定してね、殺せるみたいので、まあ、これにして、で、半減入れてって感じです。次は、じゃん。こちらは、通常のクエストを回すとき、アイテム欲しいよーなパーティーです。こう、アイテムを集めたりとかするとき、金曜ダンジョンとかね、のときに、このパーティーで行きます。で、次は、こちら。超メタルパレードサクサクパーティーでーす。はい、全体的に防御力無視のユニットをガツガツ入れております。ブレーバーストを打ってサクサク狩ろうという作戦です。そしてがこれが、はい、単体的火力パーティーでーす。これはアルス君超強いですね。こんな感じで強くしたので、まあ、アルス君を入れた単体の敵ガツガツいけるパーティーを作りました。まあいろいろ多少入れ替えたりもしてます。属性によって変えたり、ちょっと敵が硬いなと思ったら半減をコルにしたりして、まあ入れ替えたりはしてますけど、だいたいこんな構成でやったりしてます。今私が持ってるスフィアはこんな感じです。流していきますね。ゆっくりと流れております。気になるものあるかと思います。それはまあコメントにて書いてください。で、まあこんな感じですね。はい、こんな感じで、長えな、意外といっぱい集めたんだな。はい、こんな感じですね。で、まあ普段使ってるのは通常のクエストとか、まあ普通に長くかかるクエストだったりしたら、こちらのね、グランセシウス、これのミッションで撮ったやつです。嬉しい。まあこれとか、あとこの間ね、極地でクリアして取ったオルトリゴン、あとはまあ場合によってはドレバスつけたりダンデルガつけたり、でセレナだったらレクシーダつけたりして、まあ臨機応変につけて、あと平均的に上げるのは、まあちょっと劣化版のこのレブマデュラ重宝してます。いっぱいあるんで。はい、そんな感じです。前回マクスウェルをね倒した時に作りきれなかったソルジェネレーターがついに作れたんですよ。イエーイ、これめっちゃすごいです。これ話していいのかな。第3の試練アルス君取って超強いじゃん、育てたじゃん。ソルジェネレーター取ってもうつけて行ったの、マクスウェル戦。半減入れてアルス君入れてってやったら BB も毎ターン打てるじゃん。アルス君にソルジェネレーターつけたら毎回打ってさ、毎回超落ちてすごい溜まるじゃん。私ターン数えなかったの、毎回半減打ててたの。エンドレスもね、お構いなしで毎回半減打つことだけに神経を注いでやったので、倒せたんだよね。もう何にもしてない、ずっとこうやってやってるだけだったけど、もう余裕で倒せて、アルス君つええな、ソルジェネレーターつええなってなりました本当に。まあそんなことは置いておいて、あとはそうですね、さっき挙げたその超火力パーティーとかで重宝するのはやっぱりマサムネとか、なんとか運剣みたいな、雲の剣みたいな名前の、まあ 75% アップとかのやつをつけたり、
あと村噂つけたりとかしてアリーナとかそれでやったりします。2個目のスフィアでよくつけるな、なんか他のアップしたりするのはデスクリムゾン、これだ。はい、こちらのデスクリムゾンクリティカルを超絶アップとか浸透の花みたいなやつがあって、これこれ多分みんな使ってる人多いと思う。スパーク時のダメージ 50% アップとかよく使ってます。マックスの時に取った女帝の涙、これはめちゃ重宝してます未だに。あとはまあ要所要所で回復が足りないなと思ったらハートクリスタルいっぱい落ちるやつつけたり人気お部屋に変えたりしてます。スフィアはこんな感じです。じゃーん、こんな感じです。あ、そうだ、今ユニット一覧で思い出した、紹介してないパーティーあった、あった、これこれ一番最後に必ず入れてますたまになんかね、このままこういっちゃってしばらく私フレンドさんマドロゴラですみたいな時がある。ユニット一覧流しますね。今いるのはこんな感じです。はい、なんかクソいらなそうなのもありますけれども、まあまあそれは置いておきまして、こんな感じのユニットがおります。今後育てる候補として挙げているのはこちらのねリリスを一生懸命育ててます。あとはセレナ、私星7にしたんですけど、その後ブレイカーのセレナが出てこれ育てればよかったと思って育て始めたのと、あと同じように絆キャンペーンでランセルとエゼルのアニマが出たのでそれも育て始めております。あとオルナ、オルガ、まあ、引いたやつね、あれも、まあ、ブレーカーだったり、オルナはね確かガーゼだったんだけど、でも一応育てて、あとはねカルと、セリア星5で待機させてもいいかなと思って、カル星6へのモチベーションをアップさせるために星5をマックスにしとこうかなみたいな、その時がいつ来ても舞い降りてもいいように星5マックスにしとこうかなと思って育てようとしてます。皆さんいかがでしたでしょうか。もし皆さん、私がね今後強い敵と戦って負けてしまった時にこのユニット使うといいよとかってあったら言ってくれたら懸命に育てますはい、というわけで今日の味噌汁日記ユニット紹介はこれにて閉幕。じゃねー皆さん、これがあれに入ったらぜひチャンネル登録してください。いきます。